はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、またカエさんと一緒にちょっとあるところにお邪魔しております、はい、で今回訪れているのがもう後ろに見えているんですけども、あのね、業務用の、ま、厨房機器とかを販売している店舗さんにねお邪魔しております。ちょ、これ見えるかな、こんな感じで。皆さん、あの看板とか見たことないかな、店舗さんで。こちらの、そう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 、まあそこら辺とかで映ってるんだけど、都心とかにも新宿とかにもあるんですよね。新宿ありますね。池袋もあったかな。結構もう本当にあの中古の厨房機器を販売しているもう大手メーカーさんなんですよ。これもう飲食店さんとかやってる方だったらもう100人が100人知ってるような有名店でして、昨日も行きました。昨日も行きました。直前に行ってるんですよ。本日はですね、あの特別に店舗さんに撮影許可をいただきまして、中でねどんなものが売ってるのかっていうのをいろいろね紹介しながら動画を撮っていきたいと思います。なので今回ね、全くあの食べる動画ではなくて、ただシンプルにあの僕が厨房機器見るの大好きで、はいはいはい、あの皆さんは趣味に付き合ってもらう動画なので、そのあたりはね、あのちょっと期待せずに見ていただければと思います、はい、お店の方にはお話しとっておりますので、早速じゃあちょっと中の方に行って、はいはい、見ていきましょうか。はい、よろしくお願いします。はい、ということでもう中入ってきましたけど、はい、いや、めっちゃありますね。何でもありますよね。さっきあの担当の方に聞いたら、この川崎店は3階建てみたいですよね。そうですね。ここから行けるんですかね。はいはいはい。1階がこの備品関係、小物備品関係 で、ね、はい、まあ2階が重機、うん、で3階が家具になるみたいですけど、はい、でね、僕がよく見に来る理由は、はい、こういうのってあー寸胴関係とか、そうなんですよ、新品買うとまあまあするんで、はいはい、しますよね。そうなんですよ、意外と安いんで、この辺はよく掘りに来ますね。いや、実際僕もラーメンよく家で作るじゃないですか、はい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 、でそれ用にまあ寸胴だったりとか、まあ、こういうものを買ったりするんですけど、うん、結局ネットで買うと現物が見れないんで、はいはいはい、サイズ感も分かんないですよね。そうなんですよ、見放題ですよ。いや、めっちゃいいですね、この辺。店舗って何店舗かあるんですけど、はい、やっぱ店舗ごとにあるものが全然違うんで。ああ、そうですよね。店舗数巡りしたいぐらい楽しいんですよね。結局中古商品ってその点その点でしかないから。そうですね。で毎回来てもこう商品変わってるんで、入れ替わり激しいですね。1週間に1回来るようにしてますね。一週間、プロすごいな。こんな鍋とかだってもうこれ洋食店のシチュー作るやつですよね、うん、完全に使い始めたらね、何年も何十年も使えますからね。まあ確かに、違いなくこのサイズはあの業務用のごとくないと無理ですけど ね、家庭用じゃ無理ですね。こんなんありますよ、どっかで見たことありますよね。こんなんかどっかで見たことありますね、こんなん。こんなんありますよね。これどこのステーキ屋でのって、ね、これで880円ですからね。いや、まあ安いは安いですよね。これいいっすね。あ、寸胴ね、寸胴、これが、あ、30センチちょうどいいな。今うちのが今30杯のちょうど買ったんですよ。おお。でこれ一発で柄抜けますよ。柄抜けますよね、ズボーンって、はい、これちょっと買いだな。いくらですか。3850円です。まあ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 、まあ、うん、新品で買ってもまあ7000、8000はしますかね、多分このサイズだと。まあ速攻ただの個人的な買い物になっちゃったよこれ。こんな楽しい撮影ないですね。我々はね。そうですね。ちなみになんですけど、店舗さんってあの会員制になってるんですけど、先ほどねお店の方にも聞いたら、業者さんだけではなくて一般の方でもね、あの会員になれるってことなんで。さあ、これですね、このカード。もう15年ぐらい前の使い古してるやつですね、だいぶ。いや、まあ本当にこういう動画を見て気になった方はね、こういう厨房機器、家でも使えるものいっぱいあるんで、新品で家で使うような調理器具買うよりは全然安いから、ちょ、こういうのを着てみてもいいかもしれないですね。あれ、全然これ綺麗なんですよね。全然綺麗ですね、うん、何センチですよ。これ中も全然叩かれてないですから ね。これで7700円はだいぶ安い、うん。こういう特注品も売ってるんですよね。あ、これもちろん寸胴って新品で買うときって何もないじゃないですか、はいはいはい、でも寸胴屋さんによってはこういうものをつけてくれるところがあるんで、これ僕人に寸胴の説明するときにいつもどやってることあるんですけど、はい、寸胴ってパッと見縦長に見えません？そうですね。これ実は54って書いてるじゃないですか、はい、直径が54なんですけど、はいはい、高さも、あ、一緒なんですか。54なんですよ。これ28センチぐらいの寸胴ですけど、はいはい、こうですね、そうなんですよ。普通に感動しますね。その辺もそうですね、全部ね。あ、寸胴ってのは意外と新品よりも中古の方がいいんですよね。そうなんですよね、はい、味がやっぱりまとまらないですもんね、新品は。新品だと酸化しちゃうんですよね、うん、だからお店さんによってはあの
新規オープンするときは中古の寸胴を使えっていうお店もありますもんね、はい、うちは必ず中古の寸胴を買いますね、意図的にですね。綿箱あるじゃん、綿箱あるじゃん、これうちも綿箱2箱あるで、このサイズが家にですか。家にあります30杯に30センチは入るんですかね、そもそも今ふと思ったんですけど、入れてみましょうかね、あとでね。ぴったりすぎますよね、最近の30の寸胴があれば、これ33、あ、まあ全部入りそうですね、いけるな。でもあのさっきいいこと聞いたんで、会員になったら返品交換ができるって言ったんで。そうですね、言ってましたね27、30ありました、ありました、蓋が開いてます、ちょうどちょうど危ねえ、買わなくてよかった入んなかった危ねえ、入らないんだ。食器ですね、食器系ですね、はい、うちはもうとんでもない数の丼がもう家にあるので、買ってきて怒られそうなんですけどこっちが新品でこっちは中古ですね、僕は大好きなコーナーですね。中古品ってすごくいいですよね、はい、この食器、いや全然、ね、ま、全く問題なく使えるんででまたあの見たことないいい好みのやつがいたりするんですよね。ありますあります、中古だともう友達と言っても過言じゃないですね、このすり鉢ですね僕らの友達であるすり鉢ですよく見るやつですね。そうです、もうこの切っても切れないなんで僕らにとってはちょっとねこれ放送事故になっちゃうかもしれない、ずっと無言で見ちゃうんですよね。いやそうなんですよ、すり鉢安いですね、15号で8000円、安っ、新品3万ぐらいですかこれ書いてありますけどそもそも思うんですけど、この15号ある飲食店さんって何に使うんでしょうかね。いやもうそれ YouTuber 用でしょあ、来たよこれ、ラーメン丼コーナー、これいいよねこれまた怒られますよ。いやそうなんですよバラ売りもあるんだけど、店舗さんの束売りなんで、ちょっと個人だから買えないけどねこれで石焼きつけ麺作りて、これいいくないですか。あ、辛いつけ麺、辛いつけ麺作りたいですよ、これで。はん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 、石焼きつけ麺冷めないですね、冷めないんで。ちょっとさ、みんな見てこれやばくない、これ皿よこれちょっと出せないけど重すぎて、奥行きも結構あるし、何に使うのこれ、パーティーでも使えないでしょこれやばくない。でこういうのがね面白い、やっぱ厨房機器は。これはどうですか。あ、サイズちょうどいいじゃないですか。うん、あ、これだこれだすげえラーメンショップだ。政治の丼に白のレンゲって合わないんですよね。あ、そうなんですよ、なので僕買いましたマジっすかうちも政治あるんですけど、はいはい、いつも 白レンゲがちょっと合わないのが嫌で今日これ買いますそろそろじゃあ2階見てみましょうか。そうですね、はい、それじゃあここが僕一番楽しみなコーナーですね、はい、うわ、まずはストッカーとうわーいいなマジか、このベランダに置けるんじゃないですか。テンポスブランド最高10年ぐらい見ますけど安いんですよね。でこれなんかちょっと皆さんテンション上がりません。あのコンビニとかによくあるようなやつですよね。そうですね、ただの冷蔵ケース。僕初めて来た時はやっぱこの普段の生活で見慣れてるもの、この冷たい、うん、温かいのやつとか、これなんかまんまコンビニじゃないですか。まんまコンビニだと思いますね。こういうのやっぱ一番テンション上がるんですよね、知ってるみたいな。ああいうショーケースはいいっすよね、かっこいいっすよね。あ、高温ディスプレイケース、ホットスナックですねこれは。これホットですか。一応高温とかであるんで、はいはいはい、こっちが冷蔵ですね。はい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 、コンディショナー、サンドイッチコール、サンドイッチパンとか入ってて、ここに具材がね、上にトッピングこうあって、ここで挟んでこう切って、これ飲食店やったことある人は分かると思うんですけど、はい、こういうコールドテーブル、はいはい、冷蔵庫、これまあ中冷蔵庫じゃないですか、はい、これ実はこういう構造なんですよね、ただただ単純にこういう構造です。そうなってるんですね。そうなってるんですよ。実は意外とシンプルな構造です。マジで家にこんな来ちゃったらいいですね、洗い物めっちゃ楽ですね。いや魚をさばくのに、ああそっか、うちラーメン屋じゃないですか、はい、でも居酒屋みたいじゃないですか、はいはい、本当はこういうの欲しいんですよね。魚さばいたりするんで、うろこばーってやって、そう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 、これはガスですか。これはガスの、これガスピザ窯、こんなでかいんですか。そのえ
普通に生きてて見ないですからね、うん、こんなのワインセラーとか。あ、そっち系ですね。僕全然ワイン飲めないんで分かんないですけど、温度が違うんですよね、冷蔵庫とはね。温度と湿度もあれですもんね。真空機ありますよ。あ、欲しいんですよね、真空機ね。13万ですよ。でもちょっと年金入ってて13万ですからね。まあ、確かに新品で買うとね、5、6万しますからね。まあそうですね。これなんかあれじゃないですか、コンビニのチンのやつじゃないですか。そうですね、業務用電子レンジ。これ全部メモリー設定できるんですよね。ワット数とか時間とか。そうですね、時間と出力。あ、これじゃないですか、テルレテルレテルレってじゃないですか。ゆで麺機ですね。え、パスタボイラーで。本当、こっちはフライヤーだ。あ、そっちはフライヤーなんですね。あった、フードウォーマー。お、いくらですか。16,500円です。現実的ですよ。現実的ですよ。だいぶ現実的。ただ二口でいいかなっていう。広すぎるかな。これ何だと思います、これ。ガス100ボルト、はい、メーカー初耳。開けてもいいですか。いいですよ、いいですよ。え、ご飯、そう、炊飯器、立体炊飯器で消費らしくて。すごっ。これ、あ、給食センター。 すごいですよね、これ。え、これ炊飯器ですよ。面白い。なんか新宿とやっぱ広さ違うんで、はいはいはい、でかくて初めて見るものが多いですね。3階行ってみます。ちょっと3階行ってみましょうか、はい、広い。あー、広広植木鉢あります。何これ。何を植えるんですかこれ。すごっ。大きいすり鉢。ちょ、意外にあの大きさの割にそこ低い。そうですね、そこがだいぶ上がってるんですけど。厚底だな、上げ底か。上げ底ですね、だいぶ。すごい色してる。クラブ。クラブかな。え、これもですか。これもじゃないですか。プロペラは何ですかね。3つあるんですよ、このプロペラ。多分売り物。売り物いくらですか。5000、あ、これ前は3800円ですね。いや、もう向こうとかもう絶対スナックなんだよな、あっち。全部スナックなんよ。俺は。まあでも今スナックの演劇とかも多いですもんね。そうですね、そうですね。スナックとかキャバクラの中古ですよね。ですね。まあ、3階こんな感じですかね。3階の尺は短めですね。そんな感じで、はい、今日は川崎の店舗さんで、はい、まあ、1階から3階までね、厨房機器だったりとか、まあ、用品見てきたんですけれども、やっぱ楽しいですね。楽しいですよね。もう遊園地みたいな感覚ですね、これは。放送事故に陥りがちな。いや、もうそうなんですよ、もう黙り込んで黙り込んで夢中になっちゃうんですね。動画じゃなくなっちゃったような感じになってましたけど。先ほどもね、ご説明した通り、店舗さん会員様限定のお店にはなるんですが、一般のお客様でもね、会員登録ができて安心してね、お買い物ができますので、今回動画を見て、このね、厨房機器だったりとか、まあ、器とかもそうなんですけど、気になるものがあればね、ぜひあのお店の方だけではなく、まあ、一般の方もね、ご利用していただけたらと思います、はい、いや、今日、そして海さんはとりあえずですよ、とりあえずこれは買いますけど、もう一回下に降りたらちょっと危ないですよね。ちょっと僕もエンディングでね、あの退店するときに一回またドン見たら政治買っちゃうかもしれませんが、まあそれはね、あの皆様に秘密ということで。まあ今回のね、動画はこの辺りで締めさせていただきたいと思います、はい。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。すみません。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いいたします。じゃあねー。くそ、あれ、絶対あの網欲しかったんだけどな。なんでだ、この30。くそ。くそ。欲しいな、これ。25センチ。え？マジ？買いだな。あと会員登録をお願いできますかね。あ、はい、わかりました。いや、意外と
結局 手軽で済んでましたね。いや、よかったですね。あの絶対カイさん大型のものを買わせようとしたからこれで済んでよかった、本当に。とりあえずはですよね、でもね。とりあえずはですね、はい、まあ、あの会員登録したんで、うん、今後どんどん増えていくかもしれませんので。いつでも買えます。